ボレスワフユーリー2世、またはユーリーボレスラブトロイデン・ノビチは、ハール・イチ・ボルイーニ王国のポーランド人支配者、ユーリー2世とも、マゾフ・シェピアスト家出身で、父はチェルスクコートロイデン1世、母はハール・イチ・ボルイーニ王ユーリー1世の娘マリアである。1323年、母方のおじであるアンドリー・イト、デーブ2世が、子供のないまま、相次いで亡くなると、 ハールイッチの支配者の家系が絶えたため、二人の老いである、ボレスワフが、新しい統治者に迎えられた。この時、ボレスワフは、聖教徒となり、ユーリーと名前を変えた。1331年、ユーリー二世は、リトアニア大公家ディミナスの娘で、ポーランド王カジミエシュ三世の日アルドナの妹に、アタルエウフェミアと結婚した。1338年、協定によって、 ボレスワフユーリー2世は義兄であり、父の、また重帝でもある、カジミエシュ3世を、ハールイチ・ボルイン王国の後継者とした。ボレスワフユーリー2世は、当時この地に移住していた大勢のドイツ人、都市住民に、支持されていた。1324年、新都市ボロディームイルボルインシキーを建設し、同市に、マクデブルク法を適用した。1339年には佐も、 同様の措置を受けた。翌1340年、ボレスワフユーリー2世は、不満を持つ、聖教徒の大貴族によって毒殺された。子供のない彼の死により、ハール・イチ・ボルイーヌ王国の継承をめぐる、ポーランド王国とリトアニア人との衝突は、不可避となり、ハール・イチ・ボルイーに戦争が勃発した。ありがとうございます。